さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー早速やっていきたいと思います。今日の最初のコースはこちら、タックマンさん、なんて読むのこれ、ゴッカ曲花60秒スピードラン、こちらやっていきましょう。今のところチャレンジ数は71分の0、クリア率 0% ですね。早速やっていきましょう。タックマンさん、今は10秒から順番にどんどん時間を増やしてスピードランのコースを投稿していってるみたいです。3段ジャンプ、OK で、まあね、おー、OK、3段ジャンプできなかった。で、これはなんだ、3段ジャンプかな、いや、普通にジャンプか。で、どうするぞ、おーい、なにこれ、ちくわ乗って降りるのか、右側行くのか。これ、左の土管には入れないかな。もう一回やってみよう。ああ、入れないか。でも、戻ってくることになるんでしょうね、多分。1、2、3。よいしょ。これ、1、2、3ガリアって言いたいんですよね。行っちゃいそうになるんですよ。抑えるの大変なんですよ。というわけで、ああ、結構ここのスピンジャンプ早く始めないと、シビアなタイミングですね。で、叩けてたか、叩けてないかと思っちゃった。よし、1、2、3、 OK で、ここのバネを叩くの、あおーウェイウェイウェイ、狭いよ、2マスの隙間って。3マスぐらいくださいよ。さっきのちくわどうするかな、下に降りるか、それとも右側行ってみるか。悩むな、どうしよう。右側行ってみますか。右側行ってみましょう。でもなんか右側が最後っぽいよな。フラワークッパ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 ー、鍵で、ここは強制的に小さくされて鍵で、おぉ、Pスイッチ、Pスイッチ、コインを取りながらダッシュで行きますよ。ほ、まだ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 、お、ギリギリだな。ちょっとギリギリすぎませんか。で、ま、待とうか。ほほ、うぅぅぅ、もうちょっとと一歩、あと一歩、ほほいほいとか、なんだ竹の、ああ笑われた。確かタックマンさん、人に優しいスピランを作るって言ってたような気がする。あれ、気のせいだったかな。人に優しいスピランとは何だったのか。1、2、3。というわけで、ここだな、難関は。こっち行ってみますか。上、お邪魔します。うわ、うわ、うわ、うわ。あ、まっすぐ降りればいいだけか。やられた。よっしゃ。どうしよう、クッパルートに行くか、今の土管ルートに行くか。え、全部行ってたら時間はさすがに足りないですよね。60秒スピランですよね。ということは2パターン選べるっていうことなんでしょう、多分。今のところどっちだろうな。どっちもどっちだな。クッパの方難しい、っていうかここも難しい。はい、今度はしっかり土管に入っていってみたいと思います。お邪魔しますからの、こうだ、オッケー、あぶねえあぶねえ、よく反応できた。やっぱり入り口に戻ってきた。今度はコインがないから少しやっぱりやりにくいですね。さっきもう一つ下に扉があるのが見えたので、次はそっちに入っていきましょう。ここを気をつける、あぶねえ、ハテナブロック叩いちゃいそうで怖え。今度は下で、またまっすぐ降りればいいかな。はい、お邪魔しますからの、おーいおーい、3段ジャンプ、届かない、ギリギリ届かない。はい、お邪魔しますからの、ほ、2、3、取れない。なんでなんでなんで、やっぱりパックンだった。そして戻ってくる。で、次のところをうまく越えられるか。
なんとかいった。でもあと1回は超えないといけない。でここも一マスも難しいんだよ結構。でパックン、さあハテナブロックにもぶつからない。でなんだっけ、6マス飛び7マス飛び、おあぶねえ、また右が押しちゃってた。よし、オッケー、超えた。あと13秒。で間に合うか、12のサンガリア決まってくれ。もうやだ、ほーい、あと何秒、見てないよ、もう見れる余裕がない、怖い。タイムアップ、うそ。そんなに遅かった、どこがそんなに遅かった。このあたりもう喋る余裕をなくしてました。申し訳ないんだぜ。ここが一番辛かったね。やった。ゴールできた。辛かった。はい、黙り込んでしまってすいませんでした。なんとかクリアできました。撮影時間約40分ぐらいですかね。頑張りましたよ。しんど。クッパルートの方はいいですよね、クリアしなくてね。よし、ということでタックマンさんの60秒スピードラン極下極花クリアさせていただきました。ありがとうございました。さすがにもう1コース難しいのやるのはちょっとしんどいので、簡単なコース演奏とかやって終わりにしたいと思います。それではこちらのコース遊んでいきたいと思います。有名な茶釜さんですね。先日も動画にさせていただきました、ワールドだけど3、太陽に会いたくてダッシュマリオさん、こちらやっていきましょう。砂漠のステージで太陽に追いかけられてトラウマになった人は多いんじゃないでしょうか。ダッシュ、そういうわけで、茶釜さんのマリオ3、太陽に追いかけられてクリアさせていただきましたよ。ヨッシーの鳴き声とか、わーとか、あと、アハンとか、ああいうやつの使い方がまさに天才ですよね。茶釜さん、復活してほしい。
制作者さんの一人ですね。ぜひどなたか、あ、これもやっていこう。日暮らしの泣く頃に言う、これも好きです。あ、これも茶釜さんか。というわけで続けてジャガマさんの演奏系のコース遊ばせていただきました。日暮らしの泣く頃にから You。 いやー、園崎紫音のね、心の中を思うとこの歌の歌詞が心に染みてきます。ということで合計で演奏を入れてですけど3コースクリアしました。今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。タックマンさんのスピラン面白いですよ。でも疲れますよ。でも楽しいですよ。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。というわけで次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。